ルクセンブルクや、ルクセンブルク家、ルクセンブルク家、ドク、ハウスルクセンブルグ、フッツ、メゾンデリクサンブール、チェコ語、ルセムバーコーブは、現在のルクセンブルク市を発祥とした中世、ヨーロッパの貴族、オー現在のルクセンブルク対抗家である、ナッサウバイルブルク家、ルクセンブルク家とも言うと直接のつながりはないが、婚姻関係を通じては、つながりはある、口実。 ルクセンブルク家といっても、同じ段系が続いたわけではなく、ルクセンブルクアルデンヌ家、ザルムアルデンヌ家とも、ナミュールルクセンブルクや、リンブルクルクセンブルク家の三夜に分けられる。ルクセンブルク家は三夜の総称でもあるが、特に神聖ローマ皇帝やボヘミア王を出した最後の家系を指す場合が多い。963年にアルデンヌ博ジークフリートがこの地にあった。 ルクセンブルク城を本拠地に定め、その子孫が11世紀にルクセンブルク博の位を神聖ローマ皇帝から与えられた。神聖ローマ帝国の域内とはいえ、フランスにも近かったため、ルクセンブルク博はフランス王の封建家臣にもなっていた。1081年にはルクセンブルク博家出身のザルムハク・ヘルマンが皇帝ハインリヒ4世の対立王に選出されている。 大空位時代の後、皇帝権力の強化を望まないドイツ諸侯は、当時は弱小な伯爵家に過ぎなかったハプスブルク家やナッサウ家から皇帝を選出した。1308年、帝国諸侯でありながら、フランス王の風神でもあったルクセンブルク伯ハインリヒ7世が擁立されたのも同じ事情からだった。しかしハインリヒ7世は、優れた人物で、1309年には、 スイスの一部を領有し、翌年には、息子ヨハンとボヘミアをバーツラフ三世の妹、エリシカ、アルジュビエタとの縁組により、同国の王を獲得するなど、自家の領土を短期間のうちに拡大させた。また、弟ワルドゥインは、ハインリヒの皇帝選出に先立つ1307年に、選定校の一人であるトリンやヒロツカサ教となっており、兄、 ハインリヒやその孫カールの皇帝選出に貢献している。こうしてルクセンブルク家はドイツにおける最有力の勢力となった。ボヘミア王となったヨハンは皇帝には選出されなかったが名称として知られており、ヨハンの息子カール、カール四世は1346年に皇帝に選出され、ボヘミア王とルクセンブルク博も継承した。カール四世は 金印直書を発布して、帝国の混乱を収集する一方、自家の勢力拡大と定位の世襲化にも努めた。なお、ルクセンブルク白衣は、カール四世から、弟ベンツェル一世に譲られた後、1354年に、ルクセンブルク公へと格上げされ、カールの息子ベンツェル二世に継承された。カール四世の後は二人の息子ベンツェル、ジギスムントが皇帝、ボヘミア王、 ルクセンブルク港、さらに、ブランデンブルク選定公を継承する。しかしいずれも凡庸な人物で、代々の無理な拡大政策もたたって、ドイツやボヘミアの諸公の離反を招き、さらに一族内でも対立を起こして、権力を失っていく。ジギスムントは、ハンガリー王位を獲得する一方、ブランデンブルク選定公くらいを、ホーエンツレルン家に譲っている。ベンツェル、 ジギスムントとも男子がなく、ヨープストラ帽系にも男子の後継者がいなかったために、ルクセンブルク家は断絶し、同家の有していた所領役来の多くは、やがてジギスムントの娘婿であるアルブレヒトにセイラを経て、ハスブルク家が獲得することとなった。ルクセンブルク公領も例外でなく、一族のエリーザベト・フォンゲルリッツから、ウルゴーニュのフィリップ全領公へ渡った後、 バロアブルゴーニ家の断絶とともに、ハプスブルク家が継承した。ただし、ルクセンブルク博ハインリヒ6世、ハインリヒ7世の父の弟である、我らん1世を祖とする文家、リュクサンブール・リニー家は、本家が絶えた後も存続しており、この家系出身のリニーハクジャン2世とリュクサンブールは、ジャンヌ・ダルクを捕獲監禁したことで知られる。最後の当主である、 サンポルハク・ピエール・ニセイド・リュクサンブールが男を残さず死去したことにより、リュクセンブルク家は完全に断絶するが、隕石関係を通して、文家はなおも存続17世紀に、フランソワ・アンリド・モンモランシーは、リュクサンブール・ピー家の女性と結婚して、リュクサンブール・ピネ・モンモランシー家を創設。子孫は、モンモランシー公も継承して20世紀まで続いた。 ピエール2世の娘マリーとリュクサンブールは、ブルボン家文家のバンドーム博フランソワに嫁いているが、フランス王アンリ4世はその彦である。アンリ4世はまた、ボヘミア王ヨハンの娘ボンヌが、フランス王ジャン2世との間に儲けたこのうち、少なくとも二人、シャルル5世、シャルル悪人王の日、ジャンヌを通じて、ルクセンブルクや本流と持ちのつながりがある。そしてその子孫である。 パルマ講師フェリックスは、ルクセンブルク大公女シャルロットと結婚して、現在のルクセンブルク大公家に至っている。カッコ内は聖没年、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。